2517回始めます。いやすっかり朝だ。もう帰りたいんだけど、一応最後までやらないと帰れないんですね。はい。高知三三テレビから、またこれは盗撮だ。盗撮。うん。県職員の男だね。女子学生のスカートの中を撮影ということで。はい。停職6ヶ月の懲戒処分を受けたのは、高知県農業振興部の主幹を務める54歳の男性職員。54歳の男性職員、停職6ヶ月処分。高知県によりますと、男性職員は2023年春から12月にかけて、高知市内の路面電車、高知市内路面電車あるんだ。で、7回にわたり女子学生5人のスカートの中を携帯電話で盗撮したとして、高知地検に書類送検されていますと。まず、去年2023年春から12月にかけて、ね、まあ、女子学生5人のスカートの中を、携帯電話で盗撮、うん、この事件発覚のきっかけね、これはその後ですよ、2023年11月でしたと。他の県職員が電車内で怪しげな行為をする人物を発見、ね、他の県職員が電車内で怪しげな行動をする人を発見、電車から降りた後、その県の庁舎に入っていったもんだから、この人って県職員じゃないのかと。で、人事課に相談したと。で、県は男性職員を特定し警察に相談。警察はまあその後張り込んだんでしょうね、この男を、うん、2023年12月13日通勤中の電車内で盗撮行為をする男性職員を警察が発見、逮捕、現行犯逮捕した。その後余罪が発覚したということね。その逮捕から遡って、その女子学生5人の人たちの、まあ、スカートの中を携帯電話で撮ってたって余罪が出てきたと。この男性職員ね、15年ぐらい前から5年ほど盗撮行為をしていたが、一旦はやめていたと。で、一昨年新しいスマホに変えたところ、カメラの性能が非常に良くて、で、綺麗に撮影できると思って、まあ、また盗撮を再開したということで、まあ結局この人ね、まあ盗撮ね、昔からやってると。おそらくガラケーの頃から盗撮してるんでしょ、この人。で、やめてたんだけど、機種変してスマホになったらすごい新しくなった、なんていうのかな、スマホきれいに撮れるということで、まあカメラの性能がよくきれいに撮影できると思って復活したと言ってるっていうことですね。うん、まあまあまあ、はい。やっぱりね、盗撮とかするとやめられないっていうかね、一度やったら二度、二度やったら三度ですよ。特に男ってこの傾向強いと思うよ、うん、私もね、まあ例えば話全然違うけど、毎日牛丼とか食えるしね、癖になるっていうのかな、うん、で、例えばある日牛丼ずっと5日連続で食べてて、ポコッとなんか気分でとんかつに行っちゃうと、今度とんかつばっかりとかね、うん、同じもの続いちゃうんですよ、私も。男、まあ話全然違うけど、この盗撮とかも一緒だと思うよ、これ。一回やって、一時期やらなくなっても、何かのきっかけでね、スマホ変えてみたからちょっと試したくなったとか、いうきっかけで盗撮簡単にやるんだろうね。で、簡単にこうやってしまって、まあ捕まって、で、捕まると、まあ過去の犯罪が、まあ警察も聞くからね、余罪。からすると根掘り葉掘り聞かれて、持ってるね、スマホからいろんな写真が出てきたとかね、ガラケーからいろんな写真が出てきたって言って、過去の盗撮画像とか出てくるということですよ。はい。特に悪いことね、うん、いいこと癖になるのはいいんだけどね、いいことってあんまり癖にならないんだよね。悪いことが癖になるんだよ、うん、だから悪いこと、まあ今、まあこのチャンネル見てもらえばわかるじゃないですか、皆さんね、中高年男性諸君、多いのが盗撮ね、盗撮動画撮影、これ圧倒的に多いね。あと多いのが虐待ね、虐待、うん、あと多いのがマッチングアプリ使った犯罪、うん、こ
この3つですよ、ね、虐待とか暴力しない、まあ、虐待とかね、うん、高齢者とか障害者とか家庭内とかで、ね、虐待暴力しない暴行しない、これ1つ、あとマッチングアプリ手を出さない、ね、あとスマホで、まあ、動画撮影、ね、あの女子トイレ盗撮するとか電車内でスカートの中盗撮するとかしない、この3つ気をつければ大丈夫じゃないかな、はい、まあ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 、うん、この3つマッチングアプリと動画撮影盗撮あと、まあ、虐待系ね、うん、これがこのチャンネル見てれば分かるけど圧倒的に多いから事件事故で、うん、ということで、ね、高知さんさんテレビからですね、高知県の職員、ね、56歳ですよ、しかも確か 54歳のところいい年して、なんだ私と近いじゃないですかこれやだな、はい、中高年男性の諸君ね、本当に捕まるから絶対盗撮はいつか必ずもうやめてください、はいね、2517回終わります、チャンネル登録高評価お願いします、失礼します。